はい。皆さん、えー、お知らせになります。はい。えっ、ー、と、ハーレーのーパンアメリカ。はい。先日、私もですね、えー、動画を撮らせていただいたあパンアメリカなんですけども、えー、ハーレーがですね、初めて放つアドベンチャーツーリングモデルのバイクですね。これの、えー、試乗会があります。はい。えっとですね、 でちょっとね市場会と言ってもあの、まああの、一般的な道路を、ね、走ってきていいよっていうやつじゃなくて、ですね、えー、場所を貸し,貸し切りにして、えー、クローズドでですね、えー、せっかくのアドベンチャーモデル、アドベンチャーモデルというのはねもう現在でいうところのオフロードバイクですよ、せっかくのオフ車なのでオフロードを走ってもらおうということでですね、えー、開催します。えー、7月の8日 はい。場所はですね、えー、もちろん、同志レジャーランドです。時間は10時から14時ですね。えー、会費があ税込みで3000円となっております。えー、昼食費と、なんと、4輪バギー体験費用も含んでますので、あの、普段4、4500円ぐらいなんで、えー、これはね、ちょっとね、安いと思います。はい。 えー、集合は石川パーキングエリア8時です。朝8時ですね。えー、解散は現地解散会社、会、えー、ご希望者は一緒に帰りましょうということです。 えー、先着15名となっております。はい。えー、なので、お早めにお申し込みいただければ幸いです。えー、もちろん、あの、これ、私告知してますので、えー、私も、現場におります。ただ、主催はですね、ハーリーダ、ハ,ハ,ハー,レービッドソンのディーラーさんですね。えー、私がいつも、遊びに行ってるですね。えー、東冷やしさんになりますので、はい。えー、よろしくお願いします。 で、あのー、先着15名様限定なので、あの、なんかこう、一般的に皆さん来てくださいっていう感じの、その、わーってこう、人がいるイベントではないです。で、わた、我々とですね、15名様のお客さんだけなので、割とその、イベント的にはですね、こじんまりした感じにはなると思うんですけど、で、この日のためにですね、えー、あれを、 あの、実を言うと、同志レジャーランドの2面、2番目のところですね。あそこにですね、オーバルコースを作ったんですよ。で、これはですね、あのー、宮城さんが作ってくれました。はい。で、僕、そのオーバルコースはすでに走ってきてます。あの、子供体験26日に走ってきてるんですけども。まあ、楽しいよね。まあ、ダートのオーバルってなんでこんなん楽しいんだろうって。もうね、オフシャーのそのブロックタイヤでバーって吹かすとね、あの、食いつくんだよね。食いついて、 食いつくんだけど回転してるみたいなよくわからん状況。で、フロントブレーキ食って握るとね、すころぶんですけども、こう逆半切りながらこう握ってやるとバイクが起きるとかいう不思議な現象が起きます。はい。 ただ、あの、パンアメリカのイベントは、あの、すいません、えー。そういう走りはしないでください。はい。試乗車って言ってもですね、えー、まあ、まあ、あのー、お高いバイクなので、まあ、そこはね、皆さん良識ある方なので、いきなりドリフトかましてぶっ飛ばすみたいなことをする人はいないと思うんですけども、えー、ご自身がですね、絶対にこけないっていう技量の範囲で試乗していただければなと思います。はい。これね、楽しみです。僕もね、実は言うと結構楽しみで、 で、パーアメリカって、あれなんですよ。あのー、今、市場にあるアドベンチャーモデルの中では、おそらくですね、トップクラスの足つきの良さです。あの、エンジンオフ、オフとか、あエンジン停止ん違う。オン、キーオンで、エンジン、エンジンが回ってる状態で停車すると、車高が下がるんですよね。足つきが良くなる。これね、ぜひ体験してもらえればなと。 で、道志村の2弁のオーバルは、あフラットなので、えー、フラットトラックですので、えー、高低差とか坂道とかないです。はい。なので、まあ、なんとか普通に乗れちゃうんじゃないかなと思います。はい。簡単なランチご用意します。ちょっと楽しみだな。な <laughs> んだろう。うん、なんだろうな、うん。あの、コーヒーブレイクの時のですね、えー、カップラーメンも多分いっぱい余ってると思いますけども。はい。えー、そんな感じですね。ちょっとね、天気が心配なんです。 けど、これは、あ、運のときはやんないのかなやるのかなえー、っと、あ、雨天中止ですね。えー、となっております。はい。どうでしょう。よろしくお願いします。はい。えー、っと、申し込みのですね、えー、URL 概要欄に貼り付けておきますので、はい、そこから見てみてください。はい。 えー、以上であります。はい、えー。ぜひ、7月8日はですね、えー、僕と握手という、僕と握手じゃない、あの、パワーアメリカ乗ってみてください。あの、別にあの、今までハーレー乗ったことないとかですね、えー、そういう方でも全然大丈夫です。はい。で、あのー、そうだな、ハーレー乗ったことないとか、うーん、ハーレー乗ったことあるけどとか、うん、なんかね、その、 メーカーイメージって色々あると思うんですけどね、コメント欄見る限りは、割とそのハーレーって、こう、なんか、ハイタ的なコミュニティを作ってんじゃないかっていうふうに思ってらっしゃる方もですね、いるかもしんないです。そんなことないです。初めてで一人でも全然大丈夫な、あの、人たちですので。何せあの、私と伊藤さんはガンオタですからガン、ガンダムオタクですね。はい。そういう感じです全。全体的にそういう感じです。あとあのね、瞬きより早くのね、作者さんもね、えー、よくいらっしゃってるようですね。はい。 てなわけでよろしくお願いいたします。はい。失礼します。